最初シュートのドリブルでしたけど、みんな左で打った方がええところでまだ右でしか打てへんかったりとかあるから、それをしっかり直していかなあかん。わかる？なんでかは分かるか、左ここで何で左かっていうのは、その説明は置いといて、今やる練習も単純にそこからしっかりステップ使ってバンとバウンドパスしっかり出す、そこも練習ね。もう大きく踏んでバウンドパス出すことはなかなかできないから、それって結構試合中にはあって、例えばこれここで渡しちゃったら勝手にディフェンスミスされるけど、例えばこうターンしたら引くないということがあるんで、しっかりと足使ってバウンドパス出す練習。はい、で最初はシュートパワーシュートを思いっきり高く強く順番にやるだけ、パスしたら今度ちょっとができますね。はい、必ずジャッジポーズ出して読んで、はい、できるだけ高いだけで順番にそれやったら次は、はい、こうだったらオッケー、これを言うんじゃないですか、奥へ行くみたいなのを。3つ目は、はい、オッケー。で、4つ目は